周りの山が若い緑に覆われている。秋のもみじが木ごとに、いや枝ごとに、その異なる色で周りの景色を染め分けるように、春の若葉の黄緑色もまた一様ではない。しかし里から眺める山の色は調和が取れて柔らかく、若葉一色と言い表せる。そしてそれは見る人の目を和ませ、気持ちを明るく浮き立たせてくれるようだ。近江の国は酒田郡大原の庄、伊吹山観音護国寺の栗の一角。京机の前に短座して書見をしている少年が、自分のそばで玉倉で寝転んで外を眺めているはもう一人の少年に、呆れた様子で声をかけた。木之助殿、お師匠様が留守中所見をしておれと言われたではないか。時は天正2年初夏4月、真夏を思わせるような日差しもようやく西に傾きかけた七つ過ぎ。所見をしている少年は大原の庄から山一つ越えた石田村を治める地侍、石田藤左衛門正嗣の三男、佐吉15歳。そしてもう一人、佐吉のそばで和尚に言いつけられた所見もせずに寝転んでいるのは、大谷木之助16歳だ。佐吉は2年前の元亀3年長兄を病で亡くしていた。ようやく庭の雪も消え、桜のつぼみがほころびかけた頃のこと。病弱だった長兄は風邪をこじらせ亡くなった。長兄が風邪をひいて寝込む前に、佐吉が鼻をぐずぐず言わせていた。佐吉、風邪か？おとなしくして早く治せ。兄上にうつさないようにしろよ。いつもの通りの家人の言葉をいつもの通りに聞いて休み、いつもの通り次の日にはもう元気になっていた。そして数日後、長兄が熱を出し、一月ほど寝込んであっけなく行ってしまった。佐吉の風邪がうつったかどうかはわからない。たとえそうであったとしても、佐吉には何の罪もない。けれども佐吉は、私のせいだ。自分を責めた。以前は思慮深く乱暴な遊びこそしなかったけれど、子供らしい明るく元気な三男坊だった。それが長兄が亡くなって以来、部屋の隅に一人悲しい目をしてポツンといて、ほとんど言葉を発することもなくなった。最初のうち父親の正嗣は、兄の死をにわかに受け入れられるのであろう、そっと見守ってやれば子供のことだ、やがて元の元気な佐吉に戻ってくれよ。今は嫡男となった次男正純と話していた。二人ともこの頃はまだ佐吉が長兄の死を自分のせいだと考え、自分を責めていることには気がついていなかったようだ。けれども半年たち一年が過ぎても佐吉の様子に変化はなかった。そっと見守る。きれいな言葉だ。しかし実際は何もしていない、放っておいただけだったと言って、誰が父を兄を責められようか。村のこと家のことで忙しかったから。それ以上に領主浅井家と尾張の織田家が戦いの最中なのだ。いつ石田の家にも動員の沙汰が下るかわからない。だから、いや、違う。
むしろその忙しさは彼らにとって幸いだったはずだ。忙しさは一時悲しさや寂しさを忘れさせてくれる。しかしそれは一時のこと。彼らもまた息子を兄を亡くした悲しみの中にいたのだ。一年が過ぎても変わらぬ三男に正嗣は苛立った。いや、その苛立ちは何もしてやることのできない自分自身に対してだったのかもしれない。いつまでもそんなことでどうする?声を荒げることもしばしばになった。時には手を上げることもあった。そんな時は決まって正純が間に入った。18歳になった新しい嫡男は弟に振り下ろされようとする父の手をつかみ、正面から父の顔を見つめ、無言で首を横に振る。正純も一瞬土器を含んだ目で正純を見返すが、その後止められてほっとしたように視線を外し、その場から消えた。佐吉は無表情のままその場に佇み続けている。佐吉、弟を何とも言えぬ表情で見つめながら正純もまたなすすべもなく佇むだけだった。正嗣も正純もこの頃になってようやく佐吉が長兄の死を自分のせいだと考えていることに気がついたようだ。お前のせいではない。何度言っても佐吉は慰められなかった。そんな時、石田村の東へ山一つ越えた大原の庄にある寺、観音寺の和尚が所用のついでに石田家に立ち寄った。教養が深く人望があり、近在の村人から尊敬されている住職と正嗣は日頃から親しくしていた。正嗣は住職に佐吉の様子を見せ事情を話してどうしたものか相談した。住職は寺に通わせてはどうかと言ってくれた。違った場所で過ごさせるがよいかもしれぬ。学問好きの賢いこのようじゃ、寺に通い学問などして日を過ごせば気も紛れるであろう。かたじけない。それは願ってもないこと。どうせなら通いよりお預けいたした方が落ち着いて過ごせるのではござるまいか。14歳の少年の足で毎日の山越えはつらかろう。口には出さぬ親心だが、住職はいや、それはならぬきっぱりと言った。去年長兄を亡くし寂しさに耐えかねているものを寺に預けたら家族に捨てられたと思うやもしれぬ。それではあまりに哀れじゃとはおぼし召されぬか。正嗣はうなずくしかなかった。大丈夫。山道を通う疲れは夜何も考えず泥のように眠らせてくれるはずじゃ。住職が正嗣の胸の内を見透かしたように言葉を継いだ。このようなわけで今年天正2年の春から佐吉は毎日山を越え寺に通っている。住職が石田の家を訪れたのは去年の初秋。8月小谷の城が落ち浅井家がほころんだ。その直後は石田家としていろいろあったにしても、佐吉が寺に通い始めるのはもう少し早くてもよかったと思うのだが、三回忌だの何だのと理由をつけて延ばし、2月の末にやっと通い始めることになる。北近江の冬は厳しい。せめて山の雪が少しは消えてからということだったのだろう。さて、寺での佐吉の暮らしだが、主に住職から学問を授けられる。その他に雑巾がけや庭掃除、
住職の身の回りの世話などもこなさねばならない。家ではそんな用事は何もしてこなかった佐吉にとって最初のうちは要領が分からず戸惑うことも多かった。そんな佐吉を気遣い何くれとなく面倒を見てくれたのが一つ年上の大谷喜之助だ。喜之助は寺に住み込んでいる。琵琶湖の北、小谷と書いて大谷と読む村の佐吉と同じ豪氏の家の出らしい。らしいというのはそのことについて喜之助は佐吉に何も言わず、佐吉が聞いても巧みに話をそらしてしまう。それでも会話の端々をつなぎ合わせ、佐吉はそのように結論づけた。もう一つ言うなら両親はすでになく帰る家もないらしい。しかし喜之助に暗いところはみじんもない。いつも明るく元気だ。学問も寺の雑用も決して真面目とは言えないが、要領よくそつなくこなし、馬鹿正直に何でも言われた通りにしようとする佐吉のことを笑いながらも手伝ってくれていた。この日住職は二人に所見をしているように言いつけて出かけていった。佐吉は言われた通り探査して経塚の上に開いた孫子を読んでいる。その横で喜之助が寝転んで退屈そうに佐吉の顔を眺めていた。喜之助殿、お師匠様が留守中所見をしておれと言われたではないか。佐吉がたまりかねたようにもう一度言葉を発した。言われた喜之助は大きなため息をついた。何もそれほどに根を詰めてやることはない。お主様もお留守の間ずっとと言われたわけではないはずだ。お前のように休まず本を読んでいてもかえって頭に入らない。頭を働かせには適度な休息が必要なのだ。あ、それに以前から喜之助殿はやめろと言うておるではないか。我らは奉媒、お互い呼び捨てでよい。なれど喜之助殿は兄弟子にして年上、重用の女というものがござる。兄弟子と言うても学問はそなたの方が進んでおるし、年上と言うてもたかが一歳ではないか。なれど。二人が言い合っていると表から誰かあるという声が聞こえた。今頃誰だろう。さあ、二人が言い合って佐吉が出ていくと、四十絡みの小柄な武士が一人立っていた。着ているものからかなりの身分だとわかる。その武士は佐吉を見ると、長浜の秀吉である。遠乗りの帰りじゃが、ちと喉が渇いての。茶を一服振るもうてはくれぬか。人懐っこい笑顔を向けた。長浜の秀吉とはもちろん長浜城主羽柴筑前守秀吉だ。織田に落城後浅井家の領地を得た彼は琵琶湖のほとり今浜と呼ばれていた地に城を築き長浜と改名した。城持ち大名になっても不代の家臣がないに等しい秀吉は城下町を作り整える一方、遠乗り鷹狩りと称しては近在の村々を回り適当な人材を探していた。それにしても友も連れずに一人なのは妙である。秀吉が乗っていたのは春目だったのでかけているうちに友を引き離してしまったのだろうか。承知いたしました。まずはお上がりくださいませ。佐吉は秀吉を客間に案内した。暫時お待ちくださいませ。そう挨拶して繰り屋に行くと、もう喜之助が湯を沸かしていた。佐吉の気配に振り返ると、新しいご領主様だ。
粗相のないように気をつけねばならぬぞ。それだけ言うとかまどに向き直り引き竹を吹いた。しばらくして、喉が渇いているとおっしゃった。長くお待たせもできぬ。少しぬるいが、まあいいか。佐吉、立てて持っていけ。木之助が佐吉に指図するように言った。はい、茶碗はちょっと大きいけど、まあいいか。あ、お湯入れすぎた。どうしましょう。佐吉が木之助を見る。いい、喉が渇いておられるんだ。少々多くてもかえって喜ばれるぞ。木之助が肩の力を抜こてろも言うように気楽に答える。そうですね、ではお出ししてきます。そう言うと今まで木之助とバタバタ慌てていた佐吉がお茶を下げてしずしずと栗屋を出て行った。あいつ大物になるぞ。佐吉の姿を見送りながら何やら楽しそうに木之助が一人ごちた。お待たせいたしました。佐吉がお茶を持っていくと、おお、待ちかねたぞ。言うが早いか秀吉は茶碗を取り、ごくごくと喉を鳴らして飲み干し、もう一杯所望。茶碗を差し出した。かしこまりました。空の茶碗を盆に受け取り、栗屋へ帰ってきた佐吉が木之助に、おかわりを所望されましたと言うと、ちょうどいい大きさの茶碗を見つけておいた。お湯もいい具合に沸いている。今度はうまく立てろよと前より少し小さい茶碗を渡してくれた。はい。前より落ち着いて立てたこともあって今度はうまく立てられた。それを持ってまたしずしずと行く。お待たせいたしました。うん。秀吉はうなずくと前より少しゆっくりと味わうように飲んだ。そして飲み終えると意味ありげに微笑んでから、今一杯所望と茶碗を返してよこす。佐吉はそれを、かしこまりましたと盆で受け、栗屋へ下がる。もう一杯ご所望です。言うと木之助が、と悲鳴とも何ともつかない声を上げた。もうお湯が。早く沸くように少ししか沸かしていなかったのだ。ないんですか。小さい茶碗に半分ほど煮えたぎっている。どうしましょう。もう一度沸かしますか。水を足して埋めましょうか。佐吉の言葉に木之助はしばし考えたようだ。そしてどんなに喉が渇いていたか知らないが、あれだけ飲めばもう今は喉は渇いていないはずだ。なのにもう一杯飲みたいという。なぜか、あ、そうか、休みたいんだ。そう結論づけたらしい。佐吉、この残りの熱い湯で立てろ。熱いままだ。え、何故に。秀吉様はもう今はそれほど喉は渇いてはおられまい。さすればなぜ三杯目を所望なされたか。それは今少しゆっくりなされたいからではあるまいか。そうか、だから少しのお茶を立てゆっくり味わっていただこうというのですね。その通り。二人は顔を見合わせて微笑み合った。お待たせいたしました。うん。小ぶりの茶碗を受け取った秀吉は満足そうに微笑むと、少量のお茶をまるで噛みしめるかのようにゆっくりと味わって飲んだ。
時間をかけて飲み終えると佐吉に温かな眼差しを向け、その方、名は何と申す？と聞いた。石田村、石田藤左衛門正寸がせがれ、佐吉と申します。おお、佐吉と申すか。佐吉して年はいくつじゃ？はい、今年で15に相なりまする。さようか。佐吉、地層になった。秀吉は立った。門番で見送りに出た佐吉に馬上の人となった秀吉が、心尽くしの三服の茶、見事であった。にっこりと笑い、馬に鞭を入れて若葉の山に消えてゆく。その後、秀吉に遅れ離され、寺の前で主の馬を見つけ待っていた友の者二人が追いかけて行った。なんと賢い子か。秀吉は馬上で一人でに笑みがこぼれるのを禁じ得なかった。あんな子が欲しかった。人が何を欲しているか瞬時に読み取って対応できる。遠乗りで喉が渇いたという秀吉にたっぷりの量のぬるいお茶を出した。秀吉はごくごくと渇いた喉を潤した。一心地ついてもう一杯所望すると、ちょうど良い加減の量のお茶がちょうど良い加減の温度で出てくる。まだ少し渇きがあった喉を潤すとともに、お茶そのものも味わえる。試しにもう一服所望した。そうしたら今度は少量の熱いお茶が出てきた。もう十分喉は潤ったはず。どうぞゆっくり味わいながら体を休めてください、とでも言うようだ。君の良い心遣いだ。修行を積んだ大人でもなかなかできるものではない。一夜虎とあまり変わらない年なのに。秀吉は遅延血縁で手元に置いている福島市松や加藤虎之助らの顔を思い浮かべた。彼らとてまっすぐで思いやりも十分にある。学問好きとは言えないが、機転の利く利発な少年たちだ。だが彼らにはとてもあれだけの心配りはできない。いや、むしろそれが普通なのだ。あの佐吉という少年をどうしても自分に仕えさせたい。今日は住職は留守だった。日を改めてもらい受けたい旨頼みに行こう。石田村の出と申しておったな。どのような家のせがれか調べさせよう。とにかく何が何でもあの子は欲しい。3日後、秀吉は観音寺を再び訪れた。秀吉が再び観音寺を訪れた日の夕方、住職は佐吉と木之助のいる部屋に来て、秀吉が佐吉に長浜城への出仕を求めていることを告げた。なんで私に？いぶかる佐吉に住職は、三服のお茶の出し方に秀吉が痛く感心していると言った。え、あれはそのような気遣いから出たものではありません。実は、言いかける佐吉の横から、本に私も感服いたしました。最初なぜ三服の茶の量と暑さをあのように違えるのか、私にはとんと分からず、佐吉に尋ねましたところ、今お師匠様が言われた羽柴様とお言葉と全く同じことを申します。いやー、知恵のあるやつは違うものだと。木之助が佐吉に喋らせないように勢いよくまくし立てた。木之助殿、何を言うのです、あれは。
それでも真相を告げようとする佐吉の袖を引き、目くばせして何とか黙らせようとする木之助の様子に、住職も何かあると感じたらしい。佐吉、今日はわしもそなたと共に石田村へ行き、お父上にお目にかかり、事の次第を申し上げねばならぬゆえ、少し早めにここを出る。そのこと、心得ておくように。言い渡し、居間に引き上げるように見せかけて、物陰から二人の様子を伺った。木之助殿、なぜあのようなでたらめを言うのですか。食ってかかる佐吉に木之助は、そんな固いこと言うな。出資がかなってめでたいではないか。と涼しい顔だ。なれど私の行いに羽柴様のおっしゃったような意図は全くなかった。思いつかなかったのです。むしろ三福目、湯が少ないということで木之助殿が考えられたことが羽柴様のおっしゃることに近い。とさらに佐吉は言い募った。まあ良いではないか。羽柴様はお前を見出された。きっかけはどうであれ、お前なら羽柴様のご期待に応えられよう。木之助の物言いはあくまでも気楽そうだ。しかし、佐吉がまだ何か言おうとすると、お前は亡くなった兄上の分まで世のため人のために働かねばならんのではないか。木之助が真顔で言った。え？佐吉が驚いて木之助の顔を見た。前に申しておったではないか。自分が風邪をうつしてしまったから兄上は亡くなったのだと。俺はそれは定かではないことだし、もしたとえその通りでも、お前以外の誰もがお前には何の落ち度もないと言うと思うが、自分のせいだと思い込んでいるお前は何を言われても慰められない。だったら兄上の分まで世の中のために働くこと以外、お前が救われる道はないではないか。木之助が淡々と言う。木之助殿、頑張れよ。木之助は微笑み、佐吉は真顔でうなずき合った。これが16の少年か。物陰から二人の様子を見ていた住職は、木之助の態度に驚き呆れ感心した。多分、秀吉が感心したことの半分は偶然の産物だったのだろう。そして残りの半分の大部分が木之助の知恵に違いない。秀吉は誤解をしている。本当なら秀吉が自分に仕えさせようとするべきなのは、佐吉ではなく木之助であるはずだ。木之助は住職にそのことを訴え、秀吉に伝えてもらうこともできたはずだ。ところが木之助はそれをしないばかりか、本当のことを言おうとする佐吉を止め、嘘までついて佐吉の手柄にしている。出資の機会を佐吉に譲った格好になる。なぜか佐吉の自分のせいで兄を死なせたという深い心の傷を癒すには、世のため人のために働いているんだという自覚、兄の分まで役に立っているという思いしかないと見抜いたからだという。住職は木之助の友を思う気持ちに感動すら覚えた。しかしその一方で思う。こやつ、自分の方の行く末はどう考えているのか。木之助は母親を病で亡くしたその後すぐに父親を戦で亡くし、縁あって当時に引き取られた。他人に出資の機会を譲る余裕などないはずだ。住職は木之助を呼んで聞いてみた。
すると、私は戦で敵の首を土産にお仕えしとうございますゆえ、と言ってのけた。茶の立て方なので認められ出資するのは嫌だ。言外にそう言っているように聞こえる。本気なのか、共に出資の機会を譲るための方便なのか、おそらくその両方であろう。住職はそう考え、もうそれ以上何も言わなかった。それから佐吉は住職と一緒に石田村の自邸に帰った。住職から話を聞いた父正次は、なぜ佐吉に、いぶかったが、住職が秀吉の言葉を伝えると、佐吉がそのようなことを、ご住職の押し込みのおかげです、と喜んだ。住職は事の真相を正次には話さなかった。律儀者の正次だ。真相を知れば木之助を差し置いて佐吉を仕官させるわけにはいかないと言い出しかねない。佐吉の心配りが秀吉の気に入ったと信じる正次に、仕官の話に否やのあろうはずはない。ありがたいことでございます。二つ返事でことは決まった。住職の帰り際、佐吉が宣言するように言う。一生懸命励みます。そして羽柴様にお願いをお聞きいただけるようになれば、木之助殿をお召し抱えくださるようにお願いするつもりです。その時はどうかお口添えをお願いいたします。そうだな、それがよい。住職は木之助から聞いた最後の言葉を、これまた佐吉には言わなかった。それではまた明日。はい。佐吉が見送る住職の背を春の月がおぼろに照らしていた。